こんにちは、ュシュです。久しぶりにこのゲームやろうかなと思います。これどういうゲームかっていうと、まあ、見ればわかります。ごめんない変らず適当で。文章を書き込もう。教室で寝てる教師みたいな、こういうのを書き込むんだよね。まあ、普通でいこうか。お尻を書くピカチュウで。これでいきます。みんな書いてくる。隣の家のおばさんだって。これは近い書くんだよね。えー、難しいな。1分ぐらいしかないんだよね。隣の家のおばさんか。<laughs> いいお題出してくるね。すごくいいお題。これを後でみんなで見るみたいな、そういう感じだね。 さあ、まず、家を書いていくのがすごいアキチ大事だと思う。これマウスで書いてるからね。これ、もう言い訳として。あれだね。マウスで書いてるからみたいな。さあ、ここで、これ塗りつぶしとかあんのかな <laughs> 来たうますぎるアチキシオッケー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 ,ッケーこれ、隣の家のおばさんを描かないといけないから、いい屋根がガチ、いい。これ待って。これ多分繋がってるとこ、あやっちゃいたい。 <laughs> やばい、乱れるな、ツつくし。屋根、ね、赤にして、で、ここにあつくしはちっ住んでると。ま、ここで左におばさん書けば OK かな。さあ、みんなおばさん書いてる。お、うまいじゃん、あつくおばさん。え、超うまいじゃん。身体はよれよりにした方がいい。 これ、ガチうまい <laughs> え、みんなこれどっからどう見ても、隣の家のおばさんじゃない。いや、ちょ、なんかムキムキみたいな感じだったけど、これ矢印でしっかり書いといてるからね。いや、これ間違いなく隣の家のおばさん。さあ、来た次。あー、次、この絵の説明を書こう。給食だ給食だえ、超うまいよみんな。え、ガチでうまいみんな。え、わかるわかる いや、これが私と、チームの連携だね。あ、右上に時間書いてるね。まあ、これで最終的にみんなとこう、知り取りをしていくみたいな感じだね。ちょ、一回見てもらえばわかるね。ごめんね、私説明たくそで。マグロのお寿司と富山県、むずすぎだろうない <laughs>。<laughs> ちょ、マグロお寿司一点掛けにしようかな。ちょ、富山県、富山県書けるか、私に。まずこれみんな丸を書くんですよね。まずお寿司から攻めるわ。 で、ここは、ま、茶色のお皿みたいな。うますぎる。で、ここで、やばいやばいやばい,やばいここで、こうか。で、ちょっとうますぎるな、私お寿司を書くんですよ。えーっと、赤かなうますぎる。あまりにもうますぎる私さすがに。で、 これ何言われるかちょってうとこれ塗り潰しツールね。マグロのお寿司と富山県か。みんなもうこれしかねえ。<laughs> ピンポイント富山県で行くしかねわかるでしょ大体これ石川県書いてこう、加工に。オッケー、いいね。え、みんなパッと見マグロのお寿司と富山県にしか見えなくないあ、なんだ、激流。なんこれ。たぶん卵が乗ってて、なんだろうこれ、なんかどんぶりだよね。わかるよ。なんだろう、卵なんだよこれ。で、 しらす、違うなな。納豆ご飯違うな。普通に卵かけご飯かなこれ。卵かけご飯。これなんじゃない普通に。え、うまい、うまい、うまい。皆さん超うまい。え、すごいわかるよね。あの、ぶつぶつ最初何かなと思ったけど、普通に米か。そしてごまかなと思ったけど、米だね。いいよ、この激エブっていうの。激エブはきっと関係ないだろうね。さあ、うますぎる皆さん。ゲームで負けそう。え、そんなのかけるわ、私ゲームで負けそうみたいな。 まず、こういうね、顔から描くんだよね、みんな。それがやっぱうまい。で、これで、やられそうな顔描くんですよね。これやられそうな顔描いて。やばいやばいな。やばい、みんな、やられそうな顔描きたいのに、なんか、太ってる <laughs>、太ってる人を描いてる。ちょ、待ってくれ、どうや、目ってどう、 こうかいや、これじゃ怒ってる。わかった。逆にすればいいんだ。これで怒ってるなら逆で。あ、来た来た来た。これで負けそうな顔はできたね。あとはゲームを書けばいいだけ。ゲームを書けばいいだけなんだけど、どうしようかな。見て、右上に砂時計があるね。ゲームをやってる私が書けばいいから、これでコントローラーを書くんですよね。 いや、あまりにうますぎるな。あまりにうますぎる。あまりにうますぎる。あまりにうますぎるよ。で、モニターを書けばどうやってテレビ書こうそんな時期立体とか書けないからみんな。ね。いや、ちょ、違うな。これマジ書きたい。ガチうまい、ここまでは。ここまでは美術4の成績が出てる。これで私、 HP を書けばいいか。で、これ、恐竜ね。恐竜。恐竜。恐竜書いて、HP ー、HP ーで、私がここで、赤くなってるところを入れれば、よしかやられそう。やばい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 。危ない危ない,危ない。 ガチでうまいガチでうまいガチでうまいこれはゲームで、待って、相手の HP 満タンにしとこうか。これはうまいわ、アこれ明らかにゲームで負けそうだもんね、みんな。さあ、次のお題。あ、見て、もう残り時間全然ないね。これあれ、書いてあれやって、書いてあれやっての。なんだろ、うこれ。あ、分かるよ。これ、クリボーなんですよ。 え、これマリオだね。なんだろう。マリオ。マリオだけでいいかな。わかるわかるわかる。マリオクリボーマリオ1の1とかなんじゃん、これ。ね。うわ、余計だったかな、マリオ1の1。どう思ういや、悪くはない。マリオっていうのはすごい伝わってくる。いや、でも、うんー、まあマリオだけでよかったかな。でも、このステージがあるからね、マリオだけなら買うだけのイメージ。お、来た。終わったね。じゃあみんな見てみる 週のアルバム。お尻を描くピカチュウどうみんな描いてるああやっちゃったねやっちゃったねこの人キューティクルな野良猫。は <laughs> なんでだよ。もう、かわいいけど。かわいいけど。あ、お前なんもやってねえじゃん空になってんじゃんあ、すごいキューティクルな野良猫になってる。 綺麗なところにいる捨て猫。いやでもこれお題が悪いみたいなとこあるね、私の。次行こうか。賢いデッカちゃん。こんなんなかったけどね、賢いデッカちゃんなんて。あったお前、これあれじゃねえか。お寿司と富山県お前さぁ、お前どっからマグロのお寿司と富山県になってんの新潟県のマグロの寿司。ああ、もうちょっと惜しいね。 いや、お前の米、お前ちょっと米の書き方がもうブドウなんだよ。日本にぶつかるピンクの隕石。日本にぶつかるピンクの隕石。え、これもうちょい、1、2、3、4、5、6、7人か。ちょ、今回7人募集したんだよね。もうちょい人数いてもいいかもね。8人とか9人でもいいも、ね。卵かけご飯。あ、これガチうまかった。分かったよ、これ。え、これ、え、うまい、この方。に、TKG。もう <laughs>、訳さないで。 薬さないに普通に書いて。ありがとう。卵かけご飯だね。卵かけご飯。この人ガチうまいなあ、そうか、これ。チキンラーメン。ね、ん <laughs> なんで <laughs> なんで <laughs> なんでこの人は米を茶色く書いたの <laughs> ね<え> <laughs> 確かにチキンラーメンに見えなくな、なんで茶色で書くの次。 クあ、ボーに負けるマリオか。いやー、惜しかったね。クリボーに屈するマリオ。うわ、ここまで合ってんじゃん。誰悪いのえ、うまいじゃん。マリオがクリボーに当たる瞬間はですね、これは。何そのトーク口調。いやっと、これ味気悪いか。確かにこれ踏もうとしてるんだ。 ごめん。これはガチごめん。次は俺ののは好きうまいでしょうんうんうまいうまいうまい,うまい家で踊っいる老人なんでやねん。<laughs> なんでやねん。ねえ。そうなっちゃうなんで防音室にいるいや、これもうちょい、次もう一回行こうか。うまいな、この方。 ラウンンドワのサッカーで番号を狙うやつ確かに確かにこれ蹴るやつ見たくなってるけど蹴ってね1番2番3番見たくなってるけどさあ次はニュース番組えあったそんなのニュース番組なんてあったテレビのニュース速報ここまでいいじゃんここまでいいじゃん お前のその赤ゲージだろ、赤ゲージ。え、ちガチうまいのに、これ。ねえ。ねえ。わかるよねこれ、ガチうまいもん。ちょ、面白すぎるな、このゲーム。そんなのあったカツ丼のうどんのセットなんてあったすいません。いや、あっ か丼とうどんのセットもう一戦やるわみんな直射日光で風呂が沸騰一回ぐらいやりたいよなちゃんとさあみんな二戦目いくわこれ私一回ちゃんといかせるわこれドラえもんとかにして確実になんか順番通りいくお題いくわこれ多分みんないけるでしょドラえもん簡単だもんねさあ来た 帽子をかぶったうさぎ。えー、これいいじゃん。え、これ、こういうの待ってたね。これまず画面暗くしようか。うさぎは白いから、ま、頭脳プレイ来たね。うさぎ、えー、うさぎってどうやって描くんだろう。こういう可愛らしいのが、やっぱうさぎといえば耳だよね、わちくちのイメージ。耳か、やばいこれマジ序盤ミスりたくないな、わちくち。えー、うさぎってどうやって描くんだろうこれガチミスりたくないボケとかいらない。 いや、うさぎっぽくねうさぎっぽくねみんなえ、ガチでうさぎっぽくないやばいやばいやばい。見て、右上にタイムあるからね。これガチ大事にいく。うさ、え、超え、帽子かぶせる待って、帽子はどうしよう。帽子をつってね。やばいみんな半分切った。半分切って、これ絶対成功させた時、ガチでゲームのラスボス戦うぐらい集中してる。 え、帽子に見えるみんなこれ。え、ワンチャン帽子に見えてほしいまあみんな正直、これが精一杯よ。まあ、帽子っぽいでしょう。うまあ最悪麦わら、おえ、うまいえ,えこれバレリーナじゃないバレーじゃないバレバレリーナ。え、これガチうまいえ、超うまい このうっふは多分いいいらないよねえ、めちゃめちちゃゃまわかるわかるわかるおみんな次の問題きたステーキを食べるたい焼き擬人化意味がわからんわステーキを食べるたい焼き擬人化えこんなもんやろステーキを食べるたい焼き擬人化みたいなここでやっぱたい焼きっていえばここだよねここの線がガチ重要 もうこれお題が悪いみたいって、これ誰のせいこうなったのこうなった人は確か犯人探しちゃうよみんな。あいつが悪いみたいな。よく先生にね、目をつぶって手を挙げなさいみたいな。私だけ分かればいいからみたいな。じゃないから。私全員一人一人確実にさらしてくださこれで、たい焼き。まず、たい焼きを書か,かなきゃいけない。 これでステーキを食べるところを書かないといけないのが難しいところやばいこれ手の位置が違うなこれで台を書いてうーんまあ茶色いお皿いや茶色い黄色いお皿にしようか黄色いお皿に黄色いお皿にステーキ色ってこれだっけ何色ステーキステーキをのせて 時間ないないステーキを乗せそれをナイフとフォークで食べる私を書けば完璧なんですよねうまくないみんなステーキを食べる たい焼き擬人化。え、うまくないいや、ここでちょっと塗りつぶしで、ちょ、レア感出しとか、レア感みたいな。うますぎる、私さあ、みんな、次来るね。次の、書くやつかな。次は、ちタあれだね。え、うまいじゃん。え、なんだろう。一見マリオに見えるけど、これニンテンドースイッチだね。わかるわかるわかる。左下。で、プレ、サンタクロースじゃないこれ、普通に。 え、プレ、え、すごい上手い、この方。え、わかるわかるわかる。サンタさんがプレゼントとしてスイッチを持ってきたみたいな。いや、ガチで上手いね、この方。さあみんな来るぜ、次のお題。脇毛やばすぎお題。えー、本当ほんとに。これ誰誰こんな変なお題にしてるのほんとに、この教育チャンネルの厚に。 完璧じゃない。さすがに。ちょ、矢印は許して。完璧だろ、これは。わきってるね結構私、絵描くよりも、みんなの絵を当てる方が楽しみだね。この次だね。あ、何描いたのかなみたいな予測して。ガチでサンタクロースわかりやすかったな、さっきの方。あ、来るね。右上もうなくなってきた。んもう上キャベツ。え、この方ガチうまいね。え、上はキャベツかなレタスかな キャベツが歩いいてるみたなキャベツが歩いてる,いいてるえでもうまいよね絵のタッチは超うまいわかるわかるわかるキャベツが歩いてるねこれはさああっノブソネコにっこりあっ何だよこのまじでノブソネコにっこり グレーで書くんもう誰このお題にしたのマジ許せないんだけど。笑わせないで。のぐそ猫にっこ、ほんに、動画にするって言ってんのに、こんなのぐ、ま、あいいか。にんこ書いて、まあ、ねっこりねっこりじゃねえ、にっこりかなんか、いろいろ参言っちゃったね。笑っとけいいんだろう本当に。のぐそ猫にっこりだから、ふふ。 押して。えっと、マジ、これ、お題した人、うるさいからな、本当に。うーんと。猫ちゃんってどういうしれだっけいや、違うな、これは。分かった、踏ん張るポーズを書けばいいんだ。ちょっと待って、自分でやろうか。待ってね、ちょ、いいっす、ゃんおプさいね。こうだから、分かった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 。った私、実際にポーズしてるからね。 え、待って、これで、今、膝の伸びてるの書いてんだよね。いや、お尻じゃないよな、これ、さすがに。やばい寝ぐ猫にっこりが書けない。どうしよう。まあ、お尻から書いちゃうそれとも。お尻から書いちゃって。 あとはもうあちっとアドレナリンじゃなくてアドリブで決めちゃおうかここにお尻があるってことはヤバすぎヤバ <laughs> すぎだけど <laughs> 伝わるでしょわ,わかるでしょこれは頼むぜみんなこれ信頼と友情のパスだねさあみんなラストかな次で次当てて終わり 何これうさぎえ、わかんないんだけどこれ普通に。うさぎなんかやってるよなうなうさぎ、がお餅を、ん違う茶色え、初めてわかんないの来たな。笑顔のうさぎさんとかにするこれちょっとわかんないさ、私初めて。さあみんな見るか。まず私のドラえもんカルディをきっと。みんな頼むぜ、マジで。ドラえもん。OK、いってるかみんな。 頼むぞ、クレノうますぎる、クレノクレノガチうまいこっちみんなドラえもん。いや、余計なの入れるなやうめえ、うめえさっこうますぎやろなんでそうなるのああ、この人書か,かなかったのなー、まあ、ま、あドラえもんはつ、まあまあまあ、ドラえもんが通ってるなら全然いいわ。 あ、いいじゃん。炎天下の半年瞬きしてないドラえもん,ん。あ、でもいいね。ドラえもんが通じてくれた。おい、8 2 9覚えとかな八九二八。いや、でもいいわ。すごい嬉しい。クッパジュニアを教育するクッパ。こんなお題来なかったんですけど。<謀>お前、<laughs> さあ、八九二八許せないんだけど、マジで。 あと、これいい、角だや。あ、で、脇毛に飛んできたのか。あー、ば、まあ、うまいよ。めっちゃ多い脇毛。まあ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 。8928が問題し、うーわ、来たね来たね脇毛、脇毛。いいねー。8928ガチ問題じゃん、この人。マジ問題し来た。帽子をかぶったうさぎ。これは、あっちガチうまい。 こらち好き、ガチうまいね。見てこれ。ガチうまい。帽子をかぶったうさぎ。えっえっみんな。えっうますぎるおしゃれなうさぎ。あ、そっち行っちゃうか。そっち行っちゃうか。 ウサギクス小野さん何言ってんだお前は。えー、でもすごいうまいね。シャチキにはしょっちゅう抜けちゃったのかなうわ、超うまいわ皆さん。この方とかガチうまいもんね。はいはいはい。侍さんだね。これは分かったよ。飛んできたよサンタクロースは。うますぎだろサコンさん。うますぎやろ。サンタクロース え、これ最後までいけんじゃん ?8928 はいけないとして。これはつないだね。バトンを未来につないだね。サンタクロース。次8928くんじゃないお。うますぎる。なんか書こうとした今。ま、あこれはしょうがないね。この方もういなくなってるからね。え、超うまい。サンタさん。ええ、すごい全部いけたえ、ガチ嬉しい 歩くキャベツ。お、これあったわ。来たわ、このお題。歩くキャベツ。本当に歩くキャベツだったんだね。え、来てた、来てた。さあさあさあ。え、これ来てたね。うそうそう,そう。やしレタスにしたっけ二足歩行のキャベツ。カレタス。わかるよ。どっちかだよね。わちもそう思う。うますぎる、侍さん。いや、こう、名前だと呼びやすい。お、いいじゃん、わち 頼むぜ、ニックネーム1698。いいえ、<laughs> すごいえ、すごい歩くキャベツみんなこの二人隣にいるましや。ニックネーム1698と侍さん。ね同じ肉質なんだけど、筋肉。これ二人隣の部屋で書いてる説あるな。さあ次。こんなの来なかったわ、ヨガするデビ夫人なんて。あー、ごめん。 これはチミスったわ。バレリーナ。いや、でもこれはちょっとヨガするデヴィ夫人とはチみなしてないよ。いや、うますぎだろ、ニックネーム一6 8バレリーナ。いや、ヨガするデヴィ夫人かもっとシワかかないとって言うと失礼だな。<laughs> それは <laughs>、それはそれで失礼だな。踊る少女あー、ここで少女に転換まあどっちにしろあっちきね答えれてなかったもんな。いや、でも、 どっちも、どれもみんな踊る風味は出してきてるよね。ただ悪くない展開、ラストはあ、まだあと3人いらっしゃるね。あこの人、絵うまい方だね。っていうかみんな A うまいね。持ちをついている十頭身のウサギあ、十等身か。あった、持ちついてたのか。え、ここまではわかるよね。え、誰で狂った いや、ここまでは通ってるよ。ここまでは全然。お前だろ。<laughs> いや。いや、これ、私悪いいや、この、どっち悪いみんな。この絵を描いたか。いや、距離が近すぎるんだよな。ささんいや、これ、どっちが犯人だろう。距離が近いんだよな。さあ、クレノさんだね。ラストかな 人間のトイレで踏ん張る猫そういうこといや難しいなお手洗いする猫あーまあまあ悪くないよねそうだよねそう見えるお手洗いしてるもんねここでしっかりうれこする猫まあまあまあここもいいんじゃないうますぎ <laughs> うますぎのぐそ猫にっこり あ、これだしに来たんだ。のぐそ猫にっこり。改<弁> <laughs> 確かに、この笑顔はさすがに改变。面白いなあ問題児だステーキを焼く魚お前、このお題だけ足していなくなったのか。うまいじゃん。 ステーキを焼く魚。ステーキを食べるタイ焼き人化どうわちの絵どう来るどう解釈されてるこれ。味の開きを。なんで <laughs> 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 太陽光で火物になった魚面白いな、このゲーム、さすがに。うーわ、サコンさんの絵のタッチがもう、画家風なんだよな。 うわーめっちゃ面白かった正直。じゃ楽しいねこのゲーム。これ生放送とかでやると盛り上がりそうだけどね。私生放送しないんだけど。なんかクラスの人とかとやってもすげえ盛り上がりそうだけどね。終わろうかバイバイ。